画像にしたら、あ、そうそうそう、はい、これそうそう、アディショナルタイムって検索して、ちょっとあと何分までっていうやつですね。バルさんの人は、俺の相方です。バルさん、いや、あの相方が最近家で同居人がバルさんを書いて、はいはい、3階に住んでるんですよ、相方が、はい、全部煙行ってそれで、あ、姉子、おはよう。ちゃんとね、ウブロの、そうそうそう、ウブロのこれでね、やばいっすよ。 そんなことになったっていうのと、あ、俺画像送るの忘れたわ、言うたら。俺ね、すぐ思ったんだよね、うん、じゃあもしホワイトデーやるってなったら、うん、次なんだろう、 PK かなとか考えたんですよ、うん、今今回はアディショナルタイムで、うん、で次 PK って、うん、いつ点決まるんだよ俺ら、ま、PK に行くってことは点決まってないやん。ちょっと痩せた。めっちゃ痩せたよな。なんかね、やっぱホストやんなくなって、そのお酒飲む量がやっぱ減るんですよね。あ、で、食べるものもそんな変わってないから、結果あー、痩せたね。え、でも食べるものも変わってなかったら太るんじゃないのか。いや、量も減ってない、あ、増えてないから。あー、そっから。ちょっと、画像をちょっと出してくれます？これどこやと思います？救急車になった、これ。そうなんですよ。救急車、もう俺、目がやばいことになってるでしょ。死にそうなってるよ、もう。これちょうど12時25分ぐらいですね、うん、ちょうど帰って。何があってそうなったの？なんですけど、いや、俺昨日、いや、3日前ぐらいに、うん、存在すんのがめっちゃ痛くて、ほう、で、ね、なんかなんか男にしか結構わからんかもしれないんだけど、おしっこってまあこうやってクルルルって丸まって、まあまあ、螺旋状にね、そうそうそう、うん、出てんねんけど、出てる出てる、3日前ぐらいから俺なんかこう出るようになったわけよ。おしっこが、おい、めっちゃチンコ痛いやんみたいな、出すんだとか、そう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 、めっちゃ痛い、これ何これ、みたいな。あ、皆さんごめんなさい、僕は話聞いてますよ、うん、ハッシュタグつけてで、で、あの病院次の日別にちょっとマシなってんけど、うん、なんか違和感残るからやね、うん、病院に行ったら尿路結石があると、嘘、疑いがあると。あ、疑い、マジでみたいな。うん、俺34やでまだみたいな。ついにそんなストレス溜めてんのかと。溜めてるつもりはなかったけど、ついにまあできて、あ、多分そう、食いす、変なもの多分食ってる多分あれとかもあるんかもしれないけど、でもストレス診断やったわけよ。で、なんかおしっこを出す利尿剤みたいなやつが処方されて、うん、でそれってなんか1日そのなんか何、血石が溜まったら出さなあかんから、めっちゃ飲まなあかんらしいねんか、水を、お茶とかを1日絶対2リットルぐらいは飲まないみたいな、うん、やねんけど、それをごくごく飲まない、もう喉も渇いて、もうこの利尿作用が働くことによって頭とかもめっちゃ痛くなるねん、はいはいはい、でも俺そんな飲んでなくて、水分を取らん状態で薬を飲んでて、でもしんどいなと思ってたけど、もうとりあえず帰ろうと思って帰ってやな、飲むの忘れて、ずっともう頭痛くて、もう気持ち悪くなりすぎて、もう階段をもう踏み外したりしてやな、いや俺これやばいわと思って。性病じゃないんですよ。じゃないじゃん。ほんでこれめっちゃ性病って書かれてるから、性病じゃない。ほんでこれ行って運ばれて、一人で点滴打って、今え、大丈夫、元気？いや、あんま元気じゃない。っちゃけ。あ、これ、あれが、あれ、あ、そうそう、あれビビです。あれ、くるくる振ったら、あれ。振るわけにいかないよ。振ってもいいよ。振っても大丈夫、それ。くるくる。どう振る？普通に。普通にこんな感じ。こんな感じ。おー、伝わってないと思う。伝わらないな、これ。こんな感じ、こんな感じ、ほら。光る？地味に動いてるやろ、これ。これライトがもう多分、あ、光ろう。伝わってね。わかりにくー。あー、ちょっとわかるかな。わかりにくい。これ黒の背景とか入れても一緒かな。あ、暗くなった。コントラスト変えたら変わるんだね。コントラストっていうか、こんなん変えれんねんな。こんなん変えれんの？知らんかったわ。あ、まだこの、あ、そうか、これでも背景の、あの色とかも変わっちゃうから。あ、そうか、そうか、そうそうそう。そういうことか。こういう感じですよ。まあ、なんか色、一応味がなんかチョコ味やったっけ、これ。
は？これチョコ味らしいよ。確か緑チョコ味だったと思う。これだ、炭酸が入ってるんでしょ。あ、そうそうそう。抜けないの、これって。あ、抜けへんらしい。なんかそれが特殊なあれらしい。へえ。いや、俺ほんまもうそんな感じでさ、もう性病ではないねんけど。あ、これ下ろして下ろして。今ナイフチューブがあのあれになってるんですよ。電気消してて、お前電気消したら俺ら見えなくなって主役これになっちゃうじゃん。なんならじゃあこれ1時間これ光らせたままこれ置いとくか。ラジオでええやん。ラジオでええじゃん。俺ら、俺はこれをここにこうずっと置いたまま、うん、俺らはこんな感じで喋ってる。それでいく。でもこの番組なんか結構それでコメント来たりするもんな。意外とね、意味分からへん。そう、あのな成り立ち方がちょっとおかしいから。そうそう。まあ、あ、これ先にじゃあ宣伝だけしていい？はい、どうぞどうぞ。あ、あの下ね、俺のこの、うん、真下、これショッツンじゃん、これだ、はい、ここ、この名前。これレータスのツイッター、そういうの載ってないの、これツイッター？いいよ、別に。いいよ。ラジオの方がコメントあった方が多かったもんね。言うな、それ。もう、言うな、言うな。この、あの、下の方に書いてある、ここのあれ、ブラックリストって池袋なんですか？池袋です。どこらないんです、池袋。あのね、あ、バーだよ、バー、うん、ホストじゃないよ。おいくら前ですか？いや、でも何飲むかによるんですけど。そうそう、バーってどれぐらいなの？どんな感じなの？いくらぐらいかな、ね、じゃあ例えばこの間いた、この間いたからあれだけど、キッチャムとかボトル入れて1時間半飲んで、結果ボトル代とか全部含めても1万ちょい。え、そんな安い？うん、マジで。ほんとほんと、袋で悪いことするとなんで俺店名、店名言っといて悪いことしたら俺もう捕まえてくれって言ってるもんだね、これね。何も悪いことはしてないよ。やっぱホストとは全然違うよ、値段は。ノリは同じだけど結構。だからもう、まあ大体ブラックリストしないで、あ、来ないんだったら逆にブロックリストに入れとか、俺分かったわ。入れる入れる、そういうの。それ行きます、ね、それは行く、それは行く。まあでもほんとお安いんですよ、バー。へえ、それ逆にホストやったらその値段やったらいくらぐらいになる？だってまず座っただけでホストやったら一番ちょいでしょ。そうなんや。そう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 、やっぱそんなもんなんや。ショット、一応ショットバーなんだけど、うん、ショットバーとは言ってたけど、うん、ボトルとかあるからね、ショットじゃないやないっていう。だから結果が働き始めてから、うん、あ、カクテルとか覚えなきゃどうか思ってたのに、何も人ね、一つ覚えてない。ノリでやってる。ショッツもバーだそう。俺バーショッツバーショッツバー、それなんかあの詐欺みたいじゃない。え、いいじゃん、やろ、やりなよ、やりなよ。バーだそうです。ショットバーなんですか？いや、ショッツバーです、ね、いや、ショッツバーですって言ってやろうよ。あ、料金は1杯ずつの料金もあります。た、あの、見たけど。え、それってチャージは？ボトル入ってなければ、うん、500円。500円。え、チャージ500円？500円プラス、あと飲んだ分。え、それ何時間？あ、ボトルチャージとまた違うんですよ。ボトル入れる場合はボトルチャージ2000円になるん。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。で、2000円ボトルチャージは。え、それは何？ボトルがある場合、ボトルを入れ、あ、あー、ボトルがあるときは逆にそのチャージ料が2000円。そうそうそう、2000円だって。でも割り物一杯無理。まあ、そろそろやな、500円でそれだけ飲まれて帰られたことがあるんですよね。あー、そういうことか。そうそうそう。え、じゃあ、ん？ってことは、え、そのチャージ500円で何時間おれんの？え、フルだよ。え、最初から最後までおってんの？うん、500円だよ。でも、チビチビ飲んだら。え、チビチビ飲んで、本当にあの、じゃあ朝までいて、うん、ほんと1杯、2杯ぐらいしか飲まなかったすんじゃん、うん、だいたいカクテル700円、800円とかだから、うんうんうん、1600円プラス500円の2000円でしょ。2100円かける、うん、1.08 消費税あーだけ。あの、ホストのサービス料とかない、ない、ない、ない。タックスとかはない？タックスはない。え、そうなん？チャージ料じゃなくて、ガールズバーとか、消費税。ガールズバーとかありますよ。ガールズバーある？うちにない。そうなん？うん、メンズバーってそんな感じで、安いそこって坂田さん指名できますかって言ってるけど、指名とかまあある、あるっちゃあるんだけど、うん、あ、一応ね、給料がね、うん、ちゃんとしたあのホスト買って売り上げ制なんです。あ、そうなんや。売り上げ制、まあ、指名とか言わなくても、うん、あ、あ、俺の知り合いだとかだったら、うん、もう俺の伝票になるから。そうなん。うん、いや、俺もそこで働きたいわ。ショツバね、ショツバやる。ショツバブラックリストで、ちょっと副業で。俺、この人と一緒に仕事したら嫌だね。いや、絶対おもろいって。ノリがね。ノリがね。もう、あの、あれだよね。生きるおひげさんになっちゃう。そう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 。おひげさんを生で見たい人は、ブラックリストへっつって。そう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 。いや、お酒弱いよ。じゃ、その代わり飲んでもらいますよ、だから。俺も弱いよ。売り上げ上げるわ。俺も弱いけど、でもね、あの、意外とあの、ホストみたいに、
あのなんかあるものを絶対飲まなきゃいけないとかそういうのないし、これ飲めないからちょっと今日これもらっていいとか言って、うん、あのお茶割りとか、うん、お茶割りじゃないお茶だけとかもらったりしてるよ。森さんの劇場通りの、劇場通りってあの辺やんな、あの西口をずっとまっすぐ行ったらさ、西口出て、西口ってあのケンタッキーあるほうやんな、ある、おうおうおう、今マック、マックもある今、あのケンタッキーもあるけど松清とかの松清出たら右に松清、あ、あるあるある、あそこで西口の目の前の、うん、でちょっとデカめ通りあるんですよ、うんうんうん、で、行ったら斜め左に丸いが見えるのね、あ, あそこまあちょっと池袋郵便局通りかなんだよね、そうそうそう、うん、池袋が有名なの、あ、五差路っていうとこあるんだよ、うん、ある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 、1、2、3、4、5って 5本あるとこあって、それを右に行くんですよ、こう斜めの通り、これ行ったら北口の方行っちゃうから、うんうん、映画館の方、ロサ会館の方、あーはい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 、なるほどなるほど、うん、うん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 、で、まあ そこはもう劇場通りっていうんで、うんうんうん、それも右に曲がってずっと徒歩歩いたら1分2分ぐらい着くで、え、でもあの劇場通りちょっと入ったらちょっとなんか栄えてるみたいになるやん、ちょっとセントラルっぽい感じになるやん、あるある、ね、あの辺のでもそこら辺になるともうあの劇場通りじゃないじゃん、あ、もう違うもん、違うじゃん、あー、そっか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 、あ、劇場通りだ、ちょっとあっちのでかい方の通りだから、あー、なるほどね、そう、あそこ前在籍してた店の待機場の近く、いや前やろそれ、今じゃないでしょ、アディショナルタイムって何、いや、この後ろの、あ、アディショナルタイム、あのサッカーでさ、昔の単語で言えば ロスタイムだよね、うん、それです、ロスタイム、今、アディショナルタイムって言って、こうほら、1分をやるじゃん、あの、45分過ぎた時、あれってどのさじ加減で決まんの、一応あの、あれだ、あのタイマーいるんじゃない、タイムキーパーみたいな、いや、でも、あれじゃん、あれじゃんってなんや、あの、いや、これはあと2分ちゃうか、1分ちゃうかみたいなんで、こう決めるのは誰なの、あれ、最終的に、え、あの、これをこれ決める人、そうそう、この数字を押すの決める人、うん、こいつじゃないよ、多分こいつじゃないよ、こいつは言われた通りあの仕事してるだけだよ、そうやな、うん、ドイツが決めんの、どういう裏にいるだろ、裏っていうか、あ、いや、1分ちゃうかな、いや、3分やったらいけるって、多分じゃあ、やっとろ、2分とか言って、こうやっぱでも結果、こう2分で出したところで、そっから笛鳴らすまでのタイミング決めるのは主審だからね、あ、そうなん、あれ、主審がこう、そうなん、主審こう見るじゃん、うん、で、あの、あ、45分になったら、あの時計、そうな、時計は45分までは表記されるから、なった瞬間、あ、こう見るじゃん、うん、でも自分でほら、こう、タイプストップウォッチやってるから、ストップウォッチで45分過ぎて、あ、今46分だ、あと今2分だとしたら、うん、よし、あと2分、1分後のプレーの切れ目で、プレーこうみたいな、差し加減、あれは、マジで主審の差し加減、いつもう、あ、ちょっとお腹痛い、ピッみたいなのとかあるかもしれない、トイレ行かせて早くみたいな、もしかしたら30秒早まるかとか、あ、でもそんな大げさには、そうな、大げさに早くはあんま鳴らさない、あ、逆にあの伸びる時はある、あのプレーが切れなくて、あ、ずっと相手、あの負けてる方のチャンスとかでプレー切れないからっていうので、あのよく一体いい感じのシュートで笛鳴るもんね、いや、まあそうやな、あ、そう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 、でパーンって大きくほら、あのシュートミスして上に後ろにこうやってやったらさ、ピッピッってなるじゃん、あ、なるなるなる、主審あのタイミング待ちしてんの、いつも時間危うくなってきた時から、さっきから来るらしいで、本当にいいよ、安くできないけど、まだそうやな、まあそんな立場じゃない、いや、もうボトルこう並べてもらったらいいんじゃないですか、長崎からやけど、あ、本当にボトルを並べてもらう、ちょっとこれこう入れてもらおう、ブラックリストに、ちょっと店俺も行くわ、一回、じゃあ一回行って営業飲みに行って、これをちょっとじゃあ営業かけに行ってきます、どうですかっつって、光るんすよ、言うて、どうすか、でも映画のあれ自体結構いけると思う、へぇ、マジで、え、天皇杯決勝見に行ってたよ、うち、え、天皇杯、そうなん、あ、今年じゃないでしょ、うん、2年前ぐらいじゃない、あ、でもうち、この人ってどこの人、分からへん、場所によりけりだと思うけど、今年だったら、でももし大阪の方の西の方だったら、うん、今年天皇杯決勝初めてあの大阪の方のスタジオでやったから、あ、そうか、私立吹田、いや、だから関西の子やったと思うねんけどな、ね、強かったっけな、なんか前そんな、でもだから今年、ガンバがね、うん、連れていこう、ガンバがあの天皇杯の決勝に残ってくれれば、うん、初めてガンバがあの天皇杯決勝で自分たちのホームでできるみたいな、あ、そういうことか、負けやがったからさ、見事に、これそっつー、え、まだガンバファンって俺、ずっとあの、J リーグ発足からずっとガンバファンなのに、今更ガンバ辞めましたって言うと思う、うん、あ、今年の、今年去年じゃん、今年行ったんだ、それとまだ8時間かけて、え、あなたじゃあどっちですか、ちょっと待てよ、8時間ってことは結構遠いぞ、仙台とかじゃん、いやだってこっからやったら大体5時間半ぐらいで行けるやん、吹田、あ、吹田は無理かな、6時間ぐらい、いや、吹田の方でも近いよ、
市あの大阪市内距離は。ああ、そうか。新名神。京都からな。すぐ。そっか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 。でも、ほら途中で休んだりすればそんぐらいになるよ。ああ。俺あなた鹿島と川崎どっちのファンでした？あ、そういうことか。そういうことそういうこと。だってじゃない限り。栃木県って言ってるよ。あ、じゃ多分。ああ、鹿島だ。鹿島やな。そうなの。アントラーズ今年去年の最後はずっと強かったもんね。うん、強かった。鬼強かったよ、うん、もう。ちょっと応援してたもん、気持ち。いや、ですよね。ですよね、もう。やっぱそうなんや。そうなんや。ああこれ、止まり光ったり消えたりすんねんな。そうそうそう。ちょっと待って、あのこれを持ってこられても、この接触不良を持ってこられても、あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。これは、これはちょっとって言われる。これは大丈夫、大丈夫。あの変えてくれるから、しかも、あのビビウスの人。あ、なるほど、なるほど。ねえ、鹿島アントラーズ、ビーバーしたよね、でも。世界中で。あー、したね。だって、あ、アルシンドやったっけ？ちゃうわ。いつの話してんの？いつの話してんの？え、あれジーコ？あ、違うか。あ、今、小笠原でしょ。ああ、そっかそっか。小笠原とか、あと柴崎岳。小笠原って最近誰かと結婚したやんな。そこまでわからん。え、誰やったっけな。誰かと結婚したやんな。忘れたわ。そこまでわからんな。後半は幸せでした。ああ、天皇杯の後半。あ、めっちゃ好きやん、サッカー。だ天皇杯。すごいタイミング。後半だって、うん、後半のは本当に後半でしょ、あなた幸せだったのは。アントラーズだってもうなんかあの今まで J1 この間、うん、去年か、うん、J リーグのファーストステージ、うん、セカンドステージってあって、うん、ファーストステージ優勝して、うん、であのセカンドステージ入って、うん、なんかちょっと最初の方ボロカスになったんだよ。ああ確かに。あのはっきり言ってガンバー4位だったの、うん、で鹿島3位だったんだけど、うんうんうん、あこれ鹿島食えるかなとか正直思ってたの。思ってたんだけど最近ちゃうかった。ここさ子供さんにおった。なんかあのチャンピオンシップだよね、うん、に入った瞬間なんか鹿島がね別のチームになった。いやなんかあれ多分あれじゃこうなんかこうドーピングなんかやったやったか。鹿島歴14年すごいな。じゃあもう今日のお隣のヒゲさんアディショナルタイムで何このサッカーの番組って思ったやろ。ちょっと思ったかもしれない。めっちゃいいタイミングです。ツイキャスに来てくれたらな。じゃあ俺ね俺は頑張る気二十何年だけど鹿島ほどいい思いしてないからね。鹿島ってこの辺なんでガンバ好きなの？二十何年ってことは俺も多分その頃多分めっちゃガンバ応援してたと思う。だってあのもうほんと初めの頃、うん、J リーグ発足の頃。いやそうやな、うん、もうカードとかめっちゃ流行った時やった。もうめっちゃポテチ食ってた。食ってた俺も。もうでポテチ出てきてもほら子供だからさ、うんうんうん、ポテチ買ってもう 見たらチームはとりあえず分かるじゃん。あ分かる。ガンバじゃなきゃ捨ててたの。あれあれってさそのポテチのジャケットがガンバとかでも違うやんな。中身入ってんのあれどうやったっけあれ。えそうだっけ。えどんなやったっけあれ。全部 J リーグのマークやった。違うやんな。あどんなやったっけ。あでも J リーグの J の字だ。 J の字だった。 J の字。えあれいろいろなかったっつ。なかったじゃあいろんな書いてたんだけどね。あそうか。北海道に鈴木貴之って言ったらね、ちょっと間違えて鈴木貴之ってミスターの方になっちゃうからね。北海道行ったらちょっと間違えたら。俺はドーピングして、俺は今ドーピングしてるわ。そう、結構言う人いるんですよね。ガンバのなんか応援のレパートリー憧れるとかいいなとか言う。あ、いっぱいあんねんな。なんか種類はあるんだよね。でも毎年毎年なんか3つ4つずつ増えてくるんですよ。え、そうなの。増えてるの。で、これはこう改正しますみたいな。で、この間ももちろんあったんですよ。あんねや。この間あの1月末ぐらいにあって、うんうんうん、まあ覚えるの大変だったもん。ずっと覚えてたもん俺。何回も聞いて。あれって覚えるのやっぱり。覚える。へえ。でもなんかあのサイトとかに一応書いてるのね。うんうんうん。それ見てなんかそなんかあの音声データも乗っかってるから。ああなるほど。それ聞いて覚えるよりぶっちゃけあのゴール裏行った方がすぐ覚えれる。ゴール裏行った方が早い。していった方が面白い。早い早い。その方が面白いし早い。そういうあなんかサッカー行きたくなってきたな。そう覚えちゃうんだよね気づいたら。うん。気づいたらなんかすげえちょっと詳しくなってるみたいな。なんかやっぱサッカーってあのフィールドを見たらこうテンション上がるやん。いやめっちゃ上がるよ。まあ野球もそうやねんけど、うん、サッカーってこの横のさあの平面のこのこうやって見れる感じがいいよね。いやでもそれメインスタンドとかじゃん、うん、ゴール裏がいいの。あゴール裏がいいの。ゴール裏がほらやっぱ応援側だ応援とかする側だからほら見るなら絶対ゴール裏ほら姉子分かってくから姉子ガチやん。ちょっとこれ言ったらあの姉子とかねちょっとあんま嫌かもしんないけど、うん、やっぱここら辺のでサッカー見に行って、うん、まあ一番のやっぱすげえなって思うのはやっぱ浦和レッズの埼玉スタジアム20番に。あそうなんや。あそこはすごいなって思う。どうちゃうん。いやもうなんかね、うん、迫力すごい。へえ。なんだろうゴール裏俺もよくゴール裏行くんですけど、うん、あのゴール裏からこう見るんだけどねもうあの迫力がもう。えでもさやっぱこう
あれ何やったっけ、あのゲームウイレそう、ウイレとかやってたらこうやん。ウイレはこうだよ。俺は結構こう会場に、会場とかああいうのが入った、わかる、裏側はスタジアムが揺れる、ちょっとわかるそれ。へえ、めっちゃマニアックじゃない、アネゴ。 あなたゴール裏行ってるでしょ。アネゴ今日のために来たみたいなもんやな、ほんまに。それがなんかあのアディショナルタイムとかなんかそういう系のあのハッシュタグでも引っ掛けたか。めっちゃすごい適してるでこの番組に。あの手がうようよしてる。なんなら俺これ今まで思ったけど、この番組全身がさ、隣のおひげさん、あのオフサイドでさ、今回あの今アディショナルタイムじゃん、なんならここまでサッカーの話した人いなかった。なんか倒れなかった。ここまでそう、サッカー番組じゃありません。サッカー番組じゃないんだよ。ああフォローするわって、その絡んであげて。あ、いいよ。サッカー、この感じのやつの名前であるから、ツイッター。でもあれで俺があの、そうそう、俺結構ガンバ色出すときあるけど、それであの、あなたが周りに批判されないようにね。いやほら、よくなんかどこどこのチームのサポーターは立ちが悪いとかなんかいろいろあるのよ、うん、で調べたら4チーム出てきたの、立ち悪いのが。浦和、鹿島、ガンバ、FC 東京だったの。この4つがなんかちゃんと立ち悪いというか、なんかすごいファンが熱いというか、ぽい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 。なんか別にガンバも書かれてたのもあれだったけど、あ、鹿島ってそうなんですか。フーリガンみたいな。いやもうフーリガン、いやフーリガンってのはもう浦和でしょ。あんま浦和、あ、浦和じゃなければ、あ、よかったよかった、大嫌いだから。そうなんや。大嫌いだ。めっちゃおもろい。でもあの俺、これ別に聞いとるわけでもなく、うん、俺見てたから言うけど、去年のそのチャンピオンシップ決勝、浦和対鹿島、うんうん、第2戦の時、前半始まって10分ぐらいかな、うん、ボート見てて、これ浦和勝てねえんじゃねえかなって思ったの。もしかしてこれ負けんじゃねえのこれと思ったら、本当に負けちゃったって。本当に負けちゃったからね。そうだ、鹿島そうでもないね、いい声で。みんなそう思ってんだよ、ガンバのサポーターも思ってんの。俺だってみんないい人だよ、ガンバサポーター。いやでも、でもぶっちゃけガンバはそのやっぱ阪神ファンと一緒やと思うで。ああちょっとよく言われる。やっぱりよく言われる。あのやっぱりちょっとそうやと思う。あの枠組み一緒って言ってたもん。そうそうそう。でもあのヤシの飛ばし方がもう関西人やもん、やっぱり。あ、そうだね。お前なんでリラバーやって、お前そんなボールお前ピュッてピュッてやってんや、お前ピュッてやったんやお前みたいな。そんな感じなんやねん、そのピュッとやったらみたいな。ね、それね、うん、あのゴールラバーもう応援してるからそう聞こえないけど、一回メインさんの方座った時によう聞こえてた、後ろから。やろう。だってあのそれこそ去年、あ、一昨年か、アジアチャンピオンズリーグ の、 あの準決勝で甲州恒大っていう中国のチームと戦った。あっちほら、中国人だから日本語分かってねえじゃん。だから応援団長が、あの甲州恒大って赤いジャージ着てきたの。やっぱり赤は目痛いのとか言ってたよね。うわ、でも、だからといってやっぱ赤いユニフォーム着てるチームってあるじゃないですか。ごめんなさいね、鹿島アントラーズとか。ね、あのもっと有名なのは浦和レッドダイヤモンドとか。そうやね、あそこら辺になるとやっぱ日本語わかってるから言わないよね。やっぱほら民度が低いって言われちゃうから。もうやめてそういうの関西人。今年の浦和戦見に行くでっつって。いやでもね、浦和戦ね、鹿島と浦和戦はね、ほんとね、行ってみたいなと思う。あ、普通に観戦の方で。いや面白いと思うよ、でもそれはそれで、あの感じ。俺鹿島の応援一つしかわかんないけど、おーかーしまとかいうやつあるでしょ、よくやってるやつ。よくやってるね。よくやってるやつあるでしょ。え、俺な、俺シュート裏で、実はあのシュート裏であのゴール裏で一回なんかのチケットが当たって行ったことあんねんけど、はい、このシュートは決まらんかったわけよ。そのシュって音を聞いたことないんだけど、いいのやっぱり。シュッシュートした時のシュって音が聞こえるからゴール裏がいい。待って待って待って、俺聞こえたことで。あの一つ言うとね、あのそっちの方に耳を傾けてたことがない。そうよ、とりあえずシュート入れなかったことって、あーとかなっていう方だから。シュッっていうよりも自分のあーの方でかいから、もうやばいやばい、鹿島のユニフォームやばい。あ、今年ピンクなんだよね。そうなん、うん、え、ピンクなん、ちょっと話題になってんだよね。なんかどんなピンク、あの、あっちからしたらなんかもう完全にあの海外の方からしたらバルセロナのパクリアン的なこと言われてんだよね今ね。え、バーの営業時間って休みましてて、あーはいはいはい。営業時間というか、営業時間は基本的に、火曜日の午後10時から朝まで。朝の決まりがちょっとあんまないんだよね。この間なんか結構俺帰ったの昼間だと思う。え、バーってそんな感じなの、ファッションピンクなん。そうそうそう。え、マジで、マジマジマジ蛍光ピンクみたいな感じってことだよね。あ、これやっぱそのコールしか言わないと言っても過言でないくらい、そのコール
おー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 かしまーってロックコールスみたいなもんや。ほんとあのそれほら、まあ、クラブワールドカップとかいろいろ見てたから言うけども、鹿島の応援席からの音もたまに拾うじゃん、うん、それしか聞いたことない俺マジで？すげえ それでも俺、鹿島アントラーズが一番嫌いだったのは去年のナビスコカップかな、一昨年のナビスコカップ3-0 でボロ負けしたから。あったな、うん、あの時は、ほんと鹿島嫌いだった。あの瞬間だけは鹿島嫌いだったよ。シュッと聞こえるよ、あのボールが。その時いたね、去年までいたよね、あのカイオとかね。今日の放送は私得でしかない得でしかないけど、俺カンパファンだからね、まあ根本的にでもサッカーの話が好きなの。あ、なるほどね。だって女の子でさ、そんなサッカーの話をうわってする子おらんくない？まあ会場行かないと会えないな、うん、そうよな。それがまさかのやんな。まさかだからねでも俺結構なんか俺ガンバファンって言うようになってから、うん、周り結構ね、うん、J リーグファンが意外と多かったことに気づいたの。あ、そう。うちのヘアメイクさんは、うん、あの、ガンバなのとかすげえ嫌そうな声で言うのなんだ、なんでガンバでダメなのかって言って、いや、ビッセルでしょ。微妙じゃねえお前微妙ビッセル今年なんか強くなったっぽいけど、ビッセルってやばいな神戸。いやでもな、俺その最近こう CM に数が出てるやん、うん、すごいよな、もうなんか。いや、数何歳今？49？ もう50近い。 50？ なる？ 50 か、なったんだっけ。いや、もうなるんじゃない？もうだってさ、数ってもうほんま、だからデータ氏の年代でもないやん、多分。俺の年代ねやん、多分。でも俺もだって知ったのももちろんベルディ川崎だから。あ、そう。いや、俺の年代が多分もうほんまにカズダンスとか流行ったから。あー、これもうあの授業は、これじゃ授業、体育の授業はほぼサッカーになった時で、決めたやつはなんでこれ絶対みんなやってた、やってた体育の授業でやってた。いや、もうすごいなと思って、そう考えたらもはやあのみんながやりだすぎて、うん、自分決めたわけじゃないのにみんなでやってるんですよお前決めてないけどねっつって。いや、懐かしいな。アネゴはでもそのこの番組初めて見るんかもしれんけどさ、この番組は昔からそういうちょっとサッカーの話をいろいろしてんねんけど、あのそう、誰もがっつり食わまなかったからね。マサオ知ってる？マサオ知ってる？マサオ、マサオ知ってる？マサオ知ってる？マサオ、マサオ、ゼリューカレーよ。おかわり知ってる？知ってる？ちょ、アネゴ知ってる？でも、アネゴね、さっき、うん、さっきほら、鹿島ファン14年って言ったじゃん、うん、10年前ってそんな CM 絶対やってないんだよ。2003年。いや、でも私も独占決めた時やってたって。え、サッカーやってんの、アネゴ？やってんの？まあ、女の子でもサッカーやる子いるから、ね、でもカスダンスやってたってこと、こうやってやってたマサオ分かんない。やっぱマサオ分かんないよ。マサオ分からんねや。え、意識してみないとそこはやっぱ頭に残んないから。あー、マサオ分からんか。なんかあの、ユータ適当にマサオ、いつの間にかマサオに変えといてよ、後ろ。あの、あ、マサオ、知らんね、ユータが知らんよ。マサオ、Jリーグカレーって検索したで。でも見ててくれる方はほら、マサオ懐かしい。ありがたいですね。でもそのマサオ懐かしいっていう子はお兄ちゃんがサッカーしてたから好きになった。あれってことは2人おるってこと、ここに今日サッカー好きが。サッカー好きがいてるんですね。アディショナルタイムでやっぱサッカーの番組って思ったんじゃん。思うんじゃない。いや、ちゃうねん。チョコ、チョコ欲しいねん。欲しい。あ、忘れてた。2人に、さっきもらいましたんで食います。食べてください。なんで、あ、よかったらどうぞ。これどうぞ。あ、わかりました。あるのなんす。甘いもの。いや、食べれるようになった。あ、マジで。やめてから。いただきます。いただきます。飯食ってきちゃった。なるほどね。やっぱね、こういう発信しないとダメだね、俺らが。自分で、自分たちで。いや、それはそうかもしれんわ。で、今、まあ、この間ショッツに聞いて考えてるんですよ、うんうん、あの、2週間1回の隔週枠、うん、で、あるなら入りたいなとか、うんうんうん、やっぱそういうのでね、おひげさんをね、ちょっとね、またやっていこうかなと。バーの宣伝にもなると思うし。あれも担当ってね、ホスト通ってんの。チョコ先週担当のとこから行って。あ、そうなの。ホスト好きで。栃木から。栃木にホストあんの。あるんじゃない、宇都宮の。あー、そっか。群馬とかにもあんもんね。でも、この間そういえばあの、用事あって茨城行ったのよ、うん、あ、この間その、12月ぐらいだけど、うんうんうん、こっちに帰ってきた時に、うんうん、で、あの、歌詞は通ってんだ。あ、来た。動画だ。ゼリーカレーを残さず食べなさい。おかわり。
これを食べるよ。しかもいや安っ、こんな安かったんだ。やばい、ループなってる。もうリピートはいいよ、もうこれはもう。あ、やっぱ知ってるんだ。マサオじゃ知らねえんだ。そういうことか。見ればわかる。でも俺一つ思った。今回のこの放送、誰もまあチョコが ないし、うん、あれだけどサッカーの話しかしないじゃん。姉子以外誰得って感じだよこれ。でもこの本当鹿島の方行ったんですよ。うわ鹿島のホーム地だと思いながら車で運転して行ったんですよ。なんもねえな。あ、ないよないよ。鹿島市ってなんもねえな。だって鹿島ってあの辺やろ、あの、成田より向こうやろ。成田じゃあ間違えた、成田じゃ何言ってんの。か、何市やったっけ、カトリ知らん。カトリってあれやんな、その隣らへんやんな、鹿島。じゃあその時しかもほら鹿島ちょっとフィーバーしてたから、うんうんうん、あと天皇、残すは天皇杯だけみたいな時だったから、もう街がね、ああ盛大にやってるんかと、やってるんかと思ったの。鹿島アントラーズのあの字を見つけれなかったんだけど、これ唯一見つけれたのはあの標識で右鹿島スタジアム私立鹿島、鹿島市立スタジアムだけなんか書いてあった。なんもない。鹿島ファンもやっぱ鹿島何もない、何もない。分かってる。あんだけ逆に何もなければサッカーに集中できるのかなって思った。やる側も、なるほどね、サッカーしかやることねえのかなとか。めっちゃ姉子くれるやん。姉子くれるね。姉子じゃあ今度池袋にチョコ持ってきて、通いで。お前やね。それね、それを来てもらおう。池袋来てくれたらそれで、それで例えばじゃあ、まあチャージで500円払って朝まで飲んでもそれ高くない。そしてじゃあ俺がこうちょっと一杯じゃいいですかって言って飲むじゃん。で飲み終わったらおかわりってあげる。言ってあげるよ。おかわりめっちゃいいやん。それやられに絶対行ったわ。みんなもう俺行こうかな、それやってほしい。もしそれやるんだったら俺あのこの間前回にプレゼントしたことあるラモスユニフォーム買っとくわ。でか、もうユニフォームかのように着てる。ちょっと待って、そのユニフォームなんか もらった子見てんのかな。いや、見てないじゃない。うわあ、送ったよな、そういえば。誰に送ったか覚えてないもん。何やったかな。ちょっとえ、とりあえず持ってきて。持ってこうかって来てるから。おお、やった、すげえ。持ってきて、うん、ちゃんとおかわりいってあげるから。じゃあ、後半も盛り上がりましょう。後半はまた違う話で。いや先輩なんだ。どうしても売りたいんです。でもなかなかうまくいかなくて。お前らロミジュリのシステム知ってるか。だから頑張れば売れるんだろ。ええー、絶対売れます。一生ついてきます。お前らやっぱりロミジュリだな。新しいユニフォームちょっと買えないと思いますよ。うん。あれ売ってたりすんの、どっかメルカリとか。メルカリとかじゃない、今もう公式サイトとかで。うん、細かいな、細かいな、あの長崎から羽田で京急から品、京急で品川、この山手線乗り換えで池袋で行きます。待ってます。絶対来るやんこれ。来てほしい。ちょっと調べた。すごいな。でも本当ね、多分今 J リーグで一番人気チームは鹿島アントラーズだから。あ、去年もそうだったんですよ。え、でも鹿島ってずっと人気じゃん。ずっとそうなんだけど、去年あの天皇杯1月1日に決勝終わって、うん、その後民間というかみんなネット上 で人気チームに投票するみたいな。その時1位ガンバ大阪だったの。あ、そうなの。天皇杯優勝したから。へー。だから今、あ、そうか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 。で天皇杯優勝して、うん、その時点で人気がちょっと上がって、去年のユニフォーム発売
何日から開始になって、うんうん、もう何かのチケットですかってマリの争奪戦で買えなかったの。マジで？あのファンクラブ先行の発売日。ほんで多分今鹿島が同じようになってるとしたら、うん、買えない。今年からも買えてるもん。あ、そういう感じ。在庫ある在庫ある。やっぱそういうの結構。え、今鹿島のロゴみたいなってどんなんの？いやもう変わらずです。変わらず。あれ？もうあの千徳みたいなやつ？鹿な？あれちゃうな。なんかちょっと俺混ざってるな。あれ人間じゃないっけ？あれ鹿ってあげたの。人間はガンバ。ガンバこれやろ？ガンバこれ。あれ鹿島なんだろ、どんなんやったっけ？鹿尾。鹿尾って名前なの。あれ？じゃあ鹿尾出してもください。鹿尾。アンドラーズ鹿尾で出てくるから。ちょっと姉子のために、うん、坂月さんのサイン入り缶友達に開けられた。え、もしかして缶ってあれ砂砂懐かしいな、砂自分かあ、千徳、千徳んじゃねえよ、ちゃうか。いやでもね、とりあえずね、視聴者の皆さんにね、言いたいことがある、あの、ホストラブでいろいろ書かれてましたけど、俺には嫁も子供もいねえなんなら、じゃあ俺思ったもん、あれ何それ、嫁と子供がいるとかどうかかかるですね。 お前そう思うんだったらとりあえずご祝儀とにね、主催は持ってこいよ、とりあえず持ってきてからなんか言えよ、お前バカかって。へえ、そんな話やったんや。あったあったあった、嫁と子供おる、嫁と子供が秋田にいるから俺なんか単身赴任でここでホストやんないわ。あれちゃん、何やったっけ、秋ちゃんやったっけ。あ、アキちゃんの話したから、じゃあ、こいつあ、これ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 、シカオ、名前はシカオだ、シカオ。ちょっと、セント君と並べてあ、ちょ、これ姉子に怒られるよ、それ。怒られるな、姉子に怒られるか。姉子怒んないでね、シカオとセント君を並べても。あ、こういう感じやったな。ほら、やっぱ鹿島ファンはシカオだって怒るんですよ。うまいや。それでセント君と並べて、俺やめてきてる、やめてきたよ、ほんとやめてだってもうやめて、でもそれはあかんよ。マルとかほらめっちゃ怒ってる、めっちゃ怒ってるめっちゃ怒ってるからやめてあげて。めっちゃ怒ってる。やだよ、だってこれとセント君同じだったら多分来年から俺アントラーズ強そうに見えないかもしれないもんね。もうちょっと謝ろう。すいません、セントラル、セントラルちゃう、セントラルそばや、セントラル、じゃあ何やったっけ、誰や、セント君。あの、これはシカオ君。いやでも、セント君って言っとくけど、セント1500円やめろよ、やめろよ。ちょっとセント君、ほんで西川君みたいになってるしやめろよ。でもね、並べてみて、変わらんよ。並べてみてって振ってんじゃんよ、アリゴも。隣に見ますのが、シカオです。僕が偽物です。これあのどっちが罪なんだろう、これもう鹿尾の方が罪な気がする。いや俺も鹿尾の方が罪な気するわ。だって根本的に、こっちの鹿はね、鹿せんべいとかのあれの鹿でしょ。そう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 。こっちはあれだから祀られてる神様の方の鹿をイメージしてますから。そう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 。千徳君出てきた時笑ったもん、笑っちゃったんじゃねえかよ。すいませんでした。笑っちゃったんじゃねえかよ。ごめんよ鹿尾。でも鹿尾くんもあのキャラクターが何十キャラいる中で10何位だよね。 J リーグの10何位やん、うん、低ない。で何十もいるから。何十もおるんやろ。別にちゃガンバも11位とか 10とか。1位誰の？いや分かんねえ。今年どこだった？え、だからさあ、でももうすぐこの人多分東京に来るんですよ。そう、もうすぐ。あ、多分富士スーパーゼロックスカップ。どうですか、来ますか？横浜の方に行きますか？横浜の日産スタジアムについでに、じゃ あの池袋行くってやったら俺もその時に一緒に行こうか。ああいいねいいね。そしたら俺あれすればいい、とりあえずあのマサオのマサオのベルディベルディアのマサオのベルディ。なえ、知らない、富士ゼロックスのゼロックスカップ行かないんだ。ゼロックス行かへんのかい。行こうよ、浦和レッズ対鹿島アントラーズ。やばいなそれ。いやもうちょっとあの10年ぐらい前だったら喧嘩起きるやつ。いや、この間俺あのすごい気まずい思いしたの、うん、どうしても、うん、あのね、ドミノピザのチキンがあるんですよ。おーおーおー、チキンがすっごい好きなの。おーおーおー、ピザしか喧嘩になってるし、で、オプションそのピザの、うん、ピザではどうでもいいんだけど、チキン食いたくなっちゃって、チキンだけあのいくらかな宅配できるみたいな。ああ、はいはい、チキンだけをそんぐらい頼んだの、ね、で、持ってきてくれたのね。そしたら俺いつも部屋で着てんのが真っ白の
あのここにガンバって書いてる。やばいなそれ。これが来てたのね。で、俺こう出てくじゃん。出てってあのピンポンってくるじゃん。ドミノピザですって言って出てき、あはいって言ってやるんじゃん。パンって開けた瞬間びっくり。かぶってる帽子が、帽子は普通ドミノなんだけど、ここから見えてるのが明らか浦和レッズのユニフォーム。明らか浦和な。あの浦和で明らか浦和レッズだと思うあれ。マジで。え？って思って。そうだよ。で俺もね、あのこう気づく前に一回こうピザアメリカでかこのチキンこうもらって、こうやった瞬間ここに後ろにデカデカでガンバって書いてるの。後ろにめっちゃデカデカでガンバ大阪って書いてる。書いてる書いてる。俺それでその後に気づいて、あれあれ多分もしかしたらあれ浦和レッズのあれかなとか思ったの。うん、だったらなんか別にもう帰ったんだけど、やだなって思ってパッて見たら、あの今アプリでね、うん、ドライバーさん情報が出てるんだよ。そんなんあんの、うんうんうん、好きなスポーツチーム浦和レッズ書いてあったの。マジかよみたいな。めっちゃおもろいそれ。あれなんか俺これからここのドミノピザ頼むときこのトレーナー着るのやめようかな。いやあえてもう、あなんならもうユニフォーム着て待ってる。いやもう鹿島着ようや次。あーいいの。なんちょっと姉子の家にそいつ行ってほしい。あーちょっと遠めのデリバリーで。じゃあ問題は、俺が鹿島のユニフォーム変わんないから、俺は。それ俺変わんねえから。それな。まだ俺今年のガンバのやつも買ってねえんだから。分からんね、3月14日鹿島のあれ来るかもしれない。本当に。俺どこで着ればいい。俺はそれ着てたら、いやもしここにね鹿島のね、いや昔のでもいいよ。なんかあのレプリカシャツでも何でもいいよ。いいな昔のいいな。それを送ってきてくれたら俺はこの場で、うん、ガンバ大阪には申し訳ないけど着る。ああもう鹿島のそれ着るよ。おお俺も着るよ。じゃあだおーかーしまって俺歌ってあげるよ。おっつっておー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 かしまって歌ってあげるよ。これ絶対これ今日見てる人完全にサッカー興味ない人、何の話何の話してるのね。何鹿島とかおかしいな。今日正雄の話するつもりやってんけど、ね、正雄がね、正雄マレーシアで殺されたんですよ。マレーシアで正雄が殺された。正雄や思ってたら何やったっけあいつ。えジョンナム、ジョンナム、ジョンナムっていうらしくて、キム・ジョンナムね。あれ兄貴やったっけ。あれ兄、いや、え兄だっけ。なんか長男かなんかやんな。ね、あ、なんだっけ、なんで書いてあったんだっけ。お兄ちゃんのとこじゃなかったわ。このスタジオおいでよ、おいでよ。3月14 3月14、これ見に来たやん。あ、見に来たらいいじゃん。なんかでもどうせあの見に来た後、こう11時15分に終わるから、うん、見に来た後に、うん、どうせ担当のところにチョコ私もらいに行くんだろ。おお、そっか。お、いいよ。あ、そうそうそう、なさお。ちょっとマサオ違いだ。俺らマサオって言ってねえから、マサオ、あれマサオじゃねえから。そうそうそう。え、ユニフォームスタジオに持っていこうか。だから、こ今度姉子じゃないとか横やり入れてきて今度。いや持ってきてや。いや持ってきてよだから。仕事か。はい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 。仕事が大事だわ。はい。そっか。あ、まあなんか平日しか休みないとか平日やんけ。なんなら。いけるいける。あと1ヶ月後やからいけるいける。いやでも、そんなユニフォーム持ってこられたら着るよね。着るよ。絶対着るよ。いやでも着るよ。でも俺でもよかった、こういう人に、あの、姉子さん、今日はまあ J リーグ関係は姉子さんとかだけだけど、あの、日本代表じゃなくて J リーグの方。あー、日本代表俺、あれ嫌いなんだよ。あの、日本代表戦の時だけ着るユニフォーム着て、あの、たまにここに日の丸書いて。わかる、それ大っ嫌い、あれ。わかるわ、それマジ、ほんとあれ嫌い。だいたい、ちょっと、あの、今年売れたモデルとかやん。言ってんねん。何がホンダだよバーカ。何が背番号4ホンダ着てんだ。お前それこのサッカーの試合終わったら次の日からもう一切その話せえへんやろみたいな。いや絶対しない。ほんまそういうやつばっかり。香川とか着てさ。でスポーツバー行って普段あの分かんないからさ、とりあえずなんかちょっとしただけプレーで、あっキャッあーとか言うじゃん。はっちゃうからだよ。別にチャンスちゃうからみたいな。あもうミハ俺アンチだから、アンチクソアンチだから、だからなんならね、やっぱそこそガンバ好きだからさ、うん、やっぱ、まあ、今はあんまあれ選ばれてないけど、元選ばれてた宇佐美貴史とか、あれのユニフォームは買おうかなって一瞬思ったけど、うん、どっちかって言ったらそっち の, あのミーハーの方が頭をよぎって買うのやめた。買うのやめた。誰やったかな、最近なんか前園に似てるやつがおるっていう話をしてたけど、誰やったかな。前園に似てるやつ、名前忘れた。とりあえずスタジオ行きたいから、まあ、なんなら前園が古い。あのミニブタ飼ってるやつね。古いよな。前園が古い。あの人フリューゲルスだっけ。ミーハー嫌い。まあミーハー嫌い。
いや、サッカー好きだとミーハー、サッカー、J リーグファンはミーハーあんま好きじゃない人多いから。あ、そうだな。みんなアホみたいにユニフォーム着て浦和美園に行って埼玉スタジアム2002に行くんだよね、アホみたいに。アホなんだよミーハーもちょっと怖い、確かに怖いけど、なんかあるそのまあ言ったらインディーズみたいな感じやん。そうそうそうでも、じゃあ、うん、そういうでも J リーグ好きやし日本代表見るっていう人もいるのよ。そうそうそう、もちろんもちろん、そういうのは別にいいと思うの、うん、ただなんか J リーグよくわかんないけど日本代表が好きってのは似てるのか。日本代表好き、日本代表好きなの、ま、なんならほとんど J リーガー、それ別にもうあの流行りが好きなだけやからということで、タイミングで CM。ちゃんとやってる番組ちゃんとやってる昔みたいな感じだけどちゃんとやってるホストになったなとか言ってたまに一人で来るもんだって。あ、マジで、なんで誰もいねえんだよっつって怒ってる真面目になっちゃったあ、ではそう先に言っとこう、うんうん、言い忘れてた、さっきなあのなんか営業時間のくだりで、あ、営業時間は言ったけど俺がいる曜日を言ってねえやと思ってさあ、まあ今日はこの番組やるってなってたからもともと休みもらってたけど、うんうん、本来は休みが月水、あ、月水なんや。で、か、木、土、日、月、土、日、か、木、金、土、日の5日間いる。これは週5なんや。え、ホストの時って何日ぐらい働いた？週6。あ、週6なんや。週6。へでもホストの時と比べたらやっぱね、仕事時間が長いからね。あ、なんか、あー、そうかそうか。だってホストの時なんて俺出勤時間自由でいいよって言ってたから11時に行ったりとか。あ、マジで？で、1時前に帰ったりとか1時間働いてないくらいの感じで行ってたから。そんなんやったんや。そう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 。それは仕事時間長く感じるわ。でもそんなんでなんで辞めたもうええかな思ったん。いやもうなんか、自分の体力的にやれるとこまでやったから。え、でもバーの方が長くてしんどいんじゃない？それは大丈夫。バーの方楽しいからいいかなって。俺今あとやりたいことを今ちょっと昼間勉強したりしてるんで。あー、そっか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 。ホストになるとさ、うん、やっぱ今だから言えるけど、うん、お客さんが今日は同伴するからあそこ行きたいとか言われると、うん、あの、行っちゃうわけよ。ああ、そっか、そうかそうか、うん、なるほどね。自分の時間は別に出勤は11時やとしてもそういうあれがあるわけね。そう。ああ、それがあるからまあ、バーの方がまだ時間のある程度の決まりがあるし、うんうんうん、ということは決まってるからこそ、うんうん、この時間は絶対っていう確保できるから。うん、りょうちゃんって鬼あれ、陽平のりょうちゃん知ってんの出ねえよ。お、今週土曜日バー行こうかな。待ってまーす。お、これちょっとここの下のテロップに間違いがあるんですよ。ブラックリスト東京ってお店ですから。おお。そう、アホみたいにブラックリストだけ調べてもやばい。やばい星が出こない。やばいやばい。ブラックリスト東京っていうので、今池袋ブラックリストってやれば多分出てくると思う。あ、池袋最近行ってないから俺も営業行かなあかんな。池袋ね、まあ、歌舞伎と違ってなんだろう。歌舞伎ホラーのなんかいろんな人がバーうちに来ないよとか、うん、ホストでもまあ移籍してきないよとか言ってたけど、うん、池袋ってほら坂月玲太絶対知らない人しかいないじゃん。あ、それが楽。お客さん呼ばなくても別になるほど。変な話、お客さんが今日来れないとかっても別に。あ、そう。ちょっとバーの情報を LINE に書いて OK 書くわ。うん、まあ、URL 送ってくれる、うんうんうん、あげればいい。あ、そうやね。まあ情報ここに載ってんねんけど。
これがまあ出せる情報全てを出してんだけど。ああ、でもこのブラックリスト東京って調べていただいたら、そこに載ってんだよ、メニューが。ドリンクメニューとかボトルメニューの話とか載ってるから、さっき言った雑誌のモデル。あ、そう、俺思い出したんやけど、昔コスプレの商誌やってた。ん、コスプレの。コスプレ、うん、あ、聞いたことある。あ、フリーペーパー、まあ、そこら辺にあるやつ。無表紙なんか2ヶ月ぐらいやってもらった。やってた、やってた。そうなんや。やってた、やってた。今俺のそっくりマンのやつあるやん。うん、あれ書いてくれてるの、そのコスプレの人やん。あ、そうなの。もう、そうそうそう、書いてもらってよ。そう、そうやね。あ、俺も、俺のも書いてもらって、面白いから。そうなのね。昔雑誌のモデルしてたよ。あ、それな、 LINE の方が見やすい。あ、分かった。まあ、LINE で送ってあげたらいいんじゃないですかね。分かったよ。でも俺すごい、ホスト辞めて、うん、もう坂月玲太って名前とお別れだと、うん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 、思って。俺もそうなんかなと思ってて、うん、でも お別れしたんですよ。あ、したん。うん、で、バーで新しい名前出てるんですよ。何やってんの。玲太変わってないやんって。坂月がないよ。坂月がないぐらいで。あ、でもこれ今坂月はないんやもん。まあでも坂月ってなんかあった方が今までっぽいかなと思って、この番組ではいいや。あ、忘れた、これ元にしてって言ってたな。元にしてくんないとね。まあいいか。まあ今レータだし買わない。メンズディーガって雑誌の専属してたの。誰が誰が誰の話。あ、鬼塚さんじゃないの。ああ。でも何歳や。でも根本的に、うん、まあどうせこの番組はパールとかシャングリラとか、うん、あのお店の関係の人たち見てねえと思うから、うん、はっきり言うぜ、うん、俺は上と揉めただけのやめた理由。いいの。一番の理由、一番の理由はそれ。いいのかこれ。揉めたんだよ。牛すが走るみたいなやつ。あ、俺も見た、俺も見たそれ。なんで俺こんあんなくすんてんの店の名前書かなきゃいけないの。バカじゃないかと思って。あ、そうか、名前あれやったもんな。そうそうそう、ちゃうかったもんね。店名とか書いてあったじゃん。あ、もう牛すが走る、もうふざけてる。あ、ふざけんな。あ、なるほどね。あ、すいません、僕電話ですねこれ。めっちゃガチやん。いや、まあこんな感じで今日ダラダラとやってきたんですけど、 あと残り5分なんですけど、気づけばね、なんかバレンタイン系何も話してない。何も話してなかったわ。めっちゃサッカーの話してた。サッカーの話と、あと誰かがなんか救急車で運ばれた話と、物もらいの話。チョコじゃなくて物もらい、物もらうって話、うん、なんかそれ以外した。マサオ、じゃあ14やる。3月やる、やろうよ。じゃあ3月14、3月14なんか送ってよ皆さん。いや、どうせ多分ズヨンも結局サッカーの話から入ってくる。そう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 、どうする。それで俺らがこんだけガンバ好きとか言ってる人と関西弁を喋る人が2人いんのに、2人して鹿島の服着てたらめっちゃおもろやろな。姉子は絶対見ないやろな。それで姉子が見てなかったらめっちゃショック、めっちゃ怒るよ。さすがにブチギレるぞそれは。それはブチギレやな。そこまで演出を今から予約しといて。だったらね、もう姉子がそれで 見なかったら、もう姉子ってこのユーザー ID が出てこなかったら、もうその鹿島のシャツをね、鹿島ファンには悪いと思うけど、燃やすで、この場で燃やすで。あ、ダメだ、これスプリンクラーかかるから。これはもう外行ってさ、この時間なら見れるって。よっしゃ。ああ、もう入れといて。じゃないとって言いながら、それで鹿島のシャツ誰用意するのって話なんだよね。レプリカで、レプリカ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 のシャツ、レプリカで。ユニフォームは無理、高いから。誰だっけ、シカくん、シカオ、シカオ、シカオのプリントシャツとかやったらなんか売ってそうだな。いやー、どうだろう。ないかな。ないんじゃねえかな。あ、まあレプリカやったらどこでも売ってるよな。気づけ、なんか俺今日だけすげえアントラーズファンの人じゃん。鹿島サポーターじゃん俺今の会話流れだけだった。いや、確かに。いや、でももうあれで、今日はもうそのサッカーの話にほぼなったけどね。でもやっぱでもね、ブレずに僕はこうやってね、ガンバ好きなんで申し訳ございません。やってますわ。はい、すいません。そういう感じでブレません。まあガンバボーイの方が僕は。じゃあ今日はとりあえずこのブラックリスト東京、あ、変わってる、ブラックリスト東京。あ、ちゃんとね、うん、細かいとこ言えばあれ、東京アルファベットやな。あ、それはいいや。まあでもまあ暇あったら皆さん来ていただけたらありがたいなと。もうほんと安いんで、500円プラスカクテル飲むだけだったら1000円いくら、うん、めっちゃ安いよな、うん、でホストみたいに、そんなんでいけんねやったら絶対ホストみたいにほら、うん、全部で最終的に 40% とかかかるもんあるじゃないですか、うん、それかかんないから、うん、このやっぱそのバーとそのやっぱホストの収入はやっぱ全然違う。
多分違うと思うよ。まだ働いて1ヶ月目だし、ね、あれだけど。あれは固定な時給なんそういうの。日給。あ、日給なんや。あの、売上で日給が上がってくる。あでも、そのバーロンとかって最高はあるやん、ないの。その売り上げ上げればもうずっとひたすら上がっていく。いや、そこまで分かってない。今、とりあえずシステムとかのお酒いくら、このボトルいくらとか、うん、そっちを覚えるのに意外と必死っていう。あそこまでね、売り上げ売り上げって言えるほど頭が回ってないから。あ、なるほど。今まだ気楽にやってるもんですよ。あでも、普通に売り上げ関係なくしても最低日給だけもらってても、うん、そのレギュラーで出るとして、うん、働くじゃない、うん、ぶっちゃけホストの新人より儲かる。そう、ホストの新人ってそんなもらえないじゃん。いや、そのホストの新人がぶっちゃけいくらもらえるのかっていうのが分からない。行かない人だと10いかないじゃん。辞めないとかも引かれるの、うん、やっぱり。だから10いかないじゃん、行かない人だと月。うん、そうなん。だから料費もあるでしょ。料費入ってきたら料費引かれる、うん、とかもあると思うから。料っていくらぐらいの？3とか4とか。料費3万とか4万とかもある、うん、飲み放題3000。あ、そこね、安いんだけどね。飲み放題っていうのはね、またね、ネックな言い方でね、うん、12時以降に入った場合は飲み放題適用されませんので。ああ、なるほどなるほど、はい、あ、これホームページ見たやっぱ見たなと思った。俺もだから言った。あの、飲み放題3000円ぽっきりじゃないから、それから一応ね。あ、じゃあ3000円なんだけど、うん、3000円プラスやっぱテーブルチャージはもらえます。ああ、なるほど、はい、なるほど。テーブルチャージ料金は含まってないから。でも500円だよ。うん、そうしやすっ。いや、でもこれやったら、ただ全部で多分この場合、うん、お会計いくらですかと言われたら、うん、飲み放題料金も含めて多分3000円、消費税込みでも700円ぐらい。700円、800円ぐらい。まあ4000はいかないってことです。なんかこの、そのホストとこの、なんていうの、こういうバーとかのシステム、そうやねんけどさ、別にバーでも多分イケメンおるやん。あ、いるいるいる。なんでこうホストに行くの、みんな。うん、やっぱほら、ホストの方が上がないじゃん、給料。違う、それお客さんがやで。あ、お客さんが。そう、やっぱホストはやっぱほら、シャンパンコールもあるし。あー、イケメンをね、バーってハーレム作れるし、あの横でマンツーマンで喋れるし、そういうのもあるし。バーは基本的にカウンター越しだから、うん、俺も基本的に暇じゃなければ簡単に座ってこう話してるし。ああ、ヘルプって俺やん、ホストに。うん、それはメイン対メインの人がこう喋ってる。メインとか特にないよ。あ、そういうのじゃないん、別に。だってバーだからさ、別に担当とかも本来ないもん。あ、そういう感じなの。私も知りたいわ、で通ってるんやから教えてよでもなんかね、ホストほどこっちが気を使わない。ああ、だからヘルプがちょっと、ヘルプっていうか接客、うんうん、前から雑出したけど、うん、もっと雑になっちゃった俺それ一回言ってみるわ。もっと雑になっちゃった俺。一回言ってみるわ、ほんまに。ちょっと面白そうやから。だからあれにして、うん、か、木、金、土、日、どれかにして。あ、もう30秒前だ。あ、ほんとに。じゃあ来月、ありがとうございました。またね、はい、来月の14日俺、オーナーに休みのとこから。よろしくお願いします。ああ、ちょっと俺もあれやわ、やっぱり体調悪いわ。うん、だから結果俺もね、目あれだから、3月14日はお互い綺麗な状態で。そうやね。僕も久々に早飯来るんで、はい、その時は。はい、俺ももうちょっと買って、この辺とかも買ってやってくるからこそ、チョコください。待ってます。お菓子は僕がいる感覚に投げかけるすべもなく黙り込んだこと見つかる伝え込んだ仮面をやめ落下に紛れ込み死んでしまった純情ましてや無情なこの溺れているんだよ息もせずに壊れてゆくこの街で僕らはこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を